はいどうも皆さんこんにちは、ギルティノイズです。ということで、今回は鬼ごっこ逃走中24時をやってきてます。遊び方鬼からひたすら逃げよう、時間内は鬼から逃げよう。ステージクリア。なるほど、わかりました。あ、ちょ、じゃあはい、同意して、どっちにしよっかな。まず一旦逃げよう。あと25秒逃げ切ればいいんだね。簡単じゃないか、これは。え？やめてし、簡単だな。これは何だ？あー、ブラックホール。ピーンと。なるほど。ちょっと待って、これシュールすぎないか。あんま白熱した戦いになってない。スピードブースト。ブラックホール用意。来いよ、ほら。ピョーンとね。なるほど。これは落とし穴ということか。嫌ですみません。シュールすぎるんじゃないか、これは。いや、鬼近いな。スピード。よし。来いよ。来いよ。危な。鬼は落ちないのか、くっそ。よし、レベル2。スピードをいきなり上げていく。おら、よし。ブラックホールをね、一応準備しとこう。この辺か。え、鬼がブラックホール飛んじゃったよ、くっそ。やべ。オッケー。あの、絶対ドクロは絶対踏んだら死ぬやつでしょ。鬼は死なないのかな。やっぱ死ななそうだな。まあこんな感じよ。逃げ切れるっていうね。はーい、コンプリート。2体になった。やばいぞ。挟まれないようにしないと。こっち行って。オッケー。危ない。いいよ。オッケー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 。来てる来てる。オッケー、レベル3クリア。時間は何なんだ、多分進められるやつでしょうね。ここ何もなさすぎる。これまずい。鬼が飛んでくる可能性がある。どうしよう、時間進めたいけど近くにいる。やばい。あ、足止めか。なるほど、これで自由にね、見つかんない場所から再開できるということだ。 OK、 コンプリート。レベル5。レベル5怖そうだな。やばいやばい、来てる。いけんじゃね、これ。このここにずっといたらいける気がする。いや、いけるでしょこれ。オッケーじゃん。レベル5簡単。え、あー、やばい、めっちゃ難しくなってきた。がー、今のは無理だ。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。